どうも、ちです。今日はですね、まず前回告知していたこの後ろにあるですね、豆腐ハウスを壊していこうと思います。じゃあですね、作業開始。はい、家の方壊し終わりました。今日はですね、この日のために家をですね、2棟建てようと思っていて、でこれだけちょっと敷地をですね、広げました。はい、エリリンが作った家からまずはご紹介したいと思います。はい、それがこちら。ちょっと僕の家見えちゃうんで、かわしながら行きます。これはですね、基本的には倉庫です。全部ここにこういう風にチェストを大量に今回並べました。今はまだできてないんですけれど、ここにですね、仕分けできるように今度は看板とか貼っていこうかなと思ってます。とこっちがですね、階段の下収納スペースにかまど大量に設置しました。あとここに、いつものクラフトできるものですね。はい、でここは2階なんですけど、2階はですね、まだ何もないです。特にまだ何を置くっていうのは決めてないんですけど、下のチェストとかがいっぱいになったら今度上にも作ろうかなと思ってます。はい、であとはベランダがこんな感じです。見晴らしがいいですね。壁はですね、羊毛で全てできてます。だから雷が鳴ると前足したら燃える可能性があるっていう弱点を持ってます。裏から回るとこんな感じですね。こんな感じです。まだなんかここは若干今後手を入れていくみたいです。今はこういう感じになってます。はい、じゃあ続いてですね、僕が建てた家をご紹介したいと思います。僕が建てた家はこちら。エリリンの家と色は何ら変わらない、同じ羊毛を使ってます。こっちはですね、基本的にエンチャント、この間豆腐ハウスの時に置けなかったエンチャントテーブルとかをここの部分にですね、置いていこうと思ってます。中はこんな感じ。これね、ちょっと失敗したんだよね。階段つけるのを忘れててさ、全部はしごで上に登る感じになってます。はい、2階はこんな感じですね。間はこういう風に仕切ってます。でこっちが寝る場所、今回ですね、もしゲストさんが今後来た時のために4つベッドを配置してます。あとはかなり周りをですね、ガラス張りにして見晴らしのいい感じにしてみました。こういう感じですね。とこっちはですね、ベランダです。特に何言ってないんですけど、一応ベランダ作りました。ベランダはですね、もう一つあって、こっちはですね、よく賃貸とかにありそうな、エアコンとかが置いてありそうなぐらいの幅しかないベランダです。特に使い道はないです。なんとなくつけてみました。でですね、次が1階なんですけど、1階のですね、ここ裏側にですね、これ今置いてないんですけど、エンチャントしたものをここにチェストを置いて収納しておこうかなと思ってます。こんな感じですね。はい、で次が裏ですね。これですね、何気に表と裏リバーシブルタイプになってます。後ろはこんな感じです。後ろから見た感じもなんか表入り口っぽい雰囲気で作ってます。外から見るとガラス張りで、こういう感じになってます。表は
こんな感じですね。なんかちょいちょい主張してくるんだよね、あの人あの人ちょいちょい主張してくるんだよね。はい、で2つですね、こういう感じで横並びにしてますね。はい、まあ、何か物を収納するときは右側のエリリンが作った家ですね。でエンチャントするときは左側の僕が作った家になります。でですね、今日は家を建てるだけでは終わりではなくて、先ほどのエンチャントテーブルとかを配置までやっていこうと思います。じゃあまずですね、道具を持ってきたいと思います。はい、この間作った本棚15個とエンチャントテーブルですね。はい、じゃあ設置していこうと思います。でですね、これ結構やみくもに作ると失敗する可能性があるので、一応念のために羊毛でエンチャント本を置く場所ですね、配置していこうと思います。ここかな、全部で15個置かなきゃいけないので 1,2,3,4,5,6,7,8,9? あ、間違えた。で、こうかな、こうか、できた。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ですね。なんかこれあの、この真ん中の中央にエンチャントテーブルを置いて、周りをこんな感じで本棚で囲むんですけど、15個。これはですね、なんかエンチャントテーブルの効果を最大に発揮するための本棚らしいです。で、それには15個必要みたいですね。はい、じゃあここですね、この配置で次は本物の、あ、ダメだ、間違えた。間違えました。こっちですね。1個ずれてた。これじゃギリギリすぎるね。こうか。こうだね。ちょっと後ろ、今これ2マス2マスでちょっと後ろも横も開けようと思ってて、今1マスしか後ろが開いてなかったので1個ずらしました。はい、じゃあですね、ここにまず真ん中の部分にエンチャントテーブルを置きます。ここですね。はい、こんな感じです。で周りに本棚を置いていきます。皆さんもこれもし初めてやる方ですね、間違えないように先にこうやって羊毛じゃなくてもいいんですけど、土とか砂とか置いてやると間違えないんですよ。失敗すると本棚は本になっちゃうのでもったいないですよね。エンチャントテーブルは多分なくなりますね。なので失敗しないように最初にこうやって仮でやった方がいいかと思います。まあ、材料にね余裕があるのであれば全然いいと思うんだけど、最初なんてね何もかも材料少ないと思うので、ましてや特にダイヤなんかはなかなか出てこないからね、最初大変だと思う。だからこうやって仮止めするといいかもしれないですね。はい、これでエンチャントテーブルができました。そうするとこうやって真ん中ですね、音符がどんどん音符っていうか、なんだろうこれ、なんかよくわからない字がエンチャントテーブルに吸い込まれていくんですけど、これでもう効果は最大に発揮するらしいです。はい、というわけでですね、今回は新しい家と
エンチャントするためのエンチャントテーブルを配置しました。これでですね、今後いろいろな装備品とかを強化していこうかなと思っています。次回はですね、その強化するためのやり方ですね、それをちょっとご紹介していこうかなと思っています。はい、じゃあ今日はこれでおしまい。バイバーイ。